はい、もしもです。まあね、今回からね、スマブラ、ともし火の星、多分みんなでやっていくんじゃないのって、マリモの話。ここ俺挨拶するとこ違うと思うんだけどね、やってっか。あ、これは個人的なデータです。任天堂オールスターで相手したんだけど、こいつが強すぎて見事にやられ、謎の液体注入されて悪に染まりました。はい、まあ方針としてはね、プレイヤーによってキャラ変えていくよみたいな感じでしょ。で、最初カービィしかいないから僕と、まあ、俺もカービィの使い手なんだけどね、知らないけどカービィ愛が違うので、まあ島さんが最初にやっていきたいと思います。まあマリモはね、マリオだから。誰だよ。まあとりあえず倒せばいいってことです。どうしよう、まあ、いいか、まあ、いいか。ドドロに支配されたマリオくんですよ。そうだよ。こいつもプレイヤーキャラ。じゃあこれはサポート。サポートって何？まあ能力つけられるよっていう。へえ。個性って言われてんのかな。ほら。ヒロアカ。ってことで、あと3回ぐらいやればマリオが来んのかな。ヨッシーもゲットできる。でちょっとね、これね、俺も予想外だったのがね、別データでやったやつもここにいるわけよ。だからもうこれはもうイーブイで行こうよっていう。もうずっとイーブイでいいんじゃねっていう。イーブイといえば最近新しいゲームが発売されますよね。なんだっけ、レッツゴーイーブイじゃん。え、何この EV。 はい、 EV ゲットしましたけど、まあ持ってるんだけどねEV 持ってんだけどね。まあ本来だったらここで初めて EV をゲットする。プリンですか。この操ってるやつによってね、めっちゃ曲いいやん。なんか動き変わってくるからね、相手の。うわっ、ビビった。これどうやって使うのかよくわかんないんだよね。あれ、ちょ待って、ちょっと待って普通負けるかな。まさかの下何もない。こいつできる。最初バーニングアタック安定なんだよね。あ、そうだよ。個人的にプリンの動きはカービィのパクリだと思ってる。アビーの方が強くない。早く来いよ。
カビ強いと思うよ。あ、ほらここでマリオを助けられると。そうなんだ。勝てばマリオ仲間になるよってね。マジか、とっととクリアしろよ。負けたらもう一回やればいい。あ、ケーキだよ。そうだ、目が赤いだろう。あ、確かに。ちょっとだけ。ここ終点のステージっていうのがねいいよね。多分終点だと思う。ハンマーでもくら、何？そうだよ。いいですね。はい、マリオ参戦ですよ。で、こっからマリモくんがね、マリオ使ってやってくれんじゃないの？やってやりますよ、やってやりますよ。見ててくださいよ、皆さん。マリモたちの前に現れたのはロボットではなくてイケメン。イケメンなんてみんな粉々になってしまえばいいのに。次回マリモが参戦、絶対見てくれよな。